はい、おはようございます。今からですね、幸せになるための100回劇テープっていうのを入れますよ。よく聞いてください。すごい簡単ですからね。なんでこんな簡単なことを100回も聞かなきゃいけないんだってぐらい、簡単な話です。まずですね、幸せっていうものはですね、誰かがこう立ってるとこを想像してください。で、立ってて歩いてるところで、今立ってる場所から不幸せな人は実は不幸せの方へ向かってるだけなんです。で、その場で向きをちょっと変える、幸せの方にちょっと向きを変えると幸せの方に歩き出すんです。で、幸せの方に歩き出すと幸せになるんだけれど、実はその場で幸せの方へ向いただけで幸せになるんです。それで幸せの方へ向かい出すとすごく幸せで、それでその幸せの方に向かい出した時に知り合った人ってみんないい人で幸せになるんです。それで幸せって、その幸せに到達した時ではなくて、実は旅路を言うんです。で、その幸せの方に向かい、幸せの方に向かって歩き出した時に心がすごい幸せになってくるんです。ところが、なぜ人が幸せになれないかっていうと、とんでもない間違いをしてて、また幸せじゃなかった人、幸せをつかめなかったような人がよく言う間違いがあって、あまり大勢が間違いを言うと間違いが正しいような気になっちゃうんです。で、それはなんでですかって言うと、不幸な方に向かってると嫌なやつと出会ったり苦労したり仕事で大変な思いしたりとか、そういうことが出てくるんです。で、その大変な思いをすると、その後に幸せが来ると思ってるんです。だから不幸せの方へ爆心してっちゃうんです。それで、その結果一生が台無しになるほど不幸になっちゃう。それで、幸せというのは苦労して嫌な思いして大変な思いした、その後に来るものじゃないんです。幸せというのはもう心が向かっただけで、心の持ち方ね。それで幸せの方へ向かい出すと同時に、向くと同時に幸せになり、その道を歩きながら幸せになる。だから自分が幸せにならないとしたらちょっとおかしいんです。例えば、あれ？これおかしいよって。ね。それ、例えば、自分は看護師さんになりたい。あ、なった？幸せになった？病人さんに一生懸命親切にしてるの、幸せになった？で、ならないって。なんか心があれで、なんか同僚やなんかで、なんかいじめんのがいるとか。それ、なってないよねって。それおかしいんだよって。そしたら病院変えるとか。要は、その、看護師さんまで辞めるとは言わないんだよ。だけど、これ自分の幸せの道と違う。幸せは苦労の後に来ると思ってると、もし来なかったらどうなんですかって。苦労の後に待ってるのが苦労だとしたらどうなりますかって。で、みんながあたかも苦労の後に幸せが来るようなことを言ってるけど、言ってた人に、あなた本当に来ましたかって、あなたすごい幸せになりましたかって言った時、ほとんどはなってないんです。で、幸せとは幸せの道をたどりながらさらに幸せになるもんなの。で、そんなことおかしいって、そんなことない、うまく言えないんだけど、昔って将軍様ってのがいたの。で、江戸時代、百姓は百姓しかできなかったの。百姓とかに生まれた人すごい苦労するの。で、苦労して苦労しても、ちょっとやがていいことがあるからってずっと年取るまでやってて、やがて年取って死んでったの。ね。で、もうそうなった人はずっとそうだったの。で、ところで、将軍様は幸せだったよね。あんた、苦労して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 将軍になったんですかって、そうじゃない。ずっと生まれた時から幸せなんだよ。あのね、騙されちゃダメっていう言葉を使いたくはないの。だって言ってる人も騙そうとしてるんじゃないの。言ってる人も知らないの。幸せとは
幸せに向かっただけで、ああ幸せ。だからもしこのテープがあなたにとって幸せを運ぶもんだとしたら、このテープを聞いただけであなた絶対幸せな気分地になるはずだから。ね。で、こういう、ああ幸せな気持ちになったつって、そういう意味で会社に行って、例えば、うちが出してるね、社会劇のテープじゃないけど、人のために徳積もうとか、明るくしようとか、自分の機嫌取ろうとかってなって、あれが成功の道なの。で、そういうふうにテープを聞き、日常生活を送り出したとき、幸せがどん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 来るの。だから幸せは、苦労して、辛い思いして、我慢して、後に来るんじゃないんだよ。その苦労して、後に待ってるのは苦労だよ。ね、あのゴミの山の中に宝物があるような気がしてるけど、そんなことじゃないんだよ。花園は花が つながってるので、いい人って出てくるので、成功の道に嫌なやつとか悪いやつとか出てこないんだよ。天国へ行く道にそういうやついないんだよ。それは地獄に行く道なんだよ。変なやつが出てきたり、いじめっ子が出てきたり、そんな茨の道じゃないんだよ。人が幸せになる道って花園なんだよ。ね。だからそのことを分かってもらいたいの。それで、こういうテープを聞いて、向きを変えてもらいたいの。幸せの方に向かってもらいたいの。そしたら心が幸せになるの。で、このテープを聞いただけで向いたとしたら、そのまま同じように会社行ってみて。で、何も私変わってません。変わってるよ。だってこのテープ、あんた100回聞きになって聞いてんでしょ。もう違う人なんだよ。同じ生活してても、これを100回聞くんだ。あ、そうだ。100回聞こう。それはもう、いいことを向かって100回聞いて100回聞くんだよって歩き出した人は、幸せの道に向かって歩き出したんだ。人生全部変わっちゃうの。何にも変えなくても変わってきちゃうんだよって。それを言いたかったの。だから、100回聞くって言ったら、あ、100回聞けばいいの。99回とか1回じゃないの。で、1回聞くことに幸せへ向かって歩いてんだなっていう、そういう気持ちになってもらいたいの。幸せへ向いてください。歩いてください。そして幸せになってくださいっていう話です。